Welcome back to my channel! ヨジーズトイルームへようこそ。今日はこちら5サプライズミニブランズシリーズ2、こちらを開封していきたいと思います。それではやっていこう。おではこっちから開けていきたいと思います。このシリーズは向こうで売られてる、スーパーで売られてる食品のミニサンプルが入ってるそうなんで、ね、私が向こうに旅行行った時とかに食べたものとか買ったものがあると嬉しいなと思いつつ、では開封していきます。で、いくよ。お、これね、なんだかんだ欲しかったやつ、カート。日本と違うんですよね。スーツケースみたいに引きずっていけるっていう。組み立てていきましょう。昔はめちゃくちゃ付録とかこういうの組み立てるのめちゃめちゃ苦手で、ね、弟にねやらせてたんですよね。できたー。待って、パパパ、待って、次2個目、大きい。これは、あ、これ、お、オレイーダじゃん。オレイーダは日本でも売ってますね。オレイーダのフライドポテト、シュレディッドハッシュブラウンポテト、ハッシュブラウン、細く切った、細く、なんていうんですか、シャ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 ってしたじゃがいもをギュッとしてジュッと揚げたり焼いたりしたやつと、芋はとりあえず美味しい。次、まあまあいいか、まあ、次は3個目、開いた。これはブラックペッパーって、いくよ。お、これはなんだ、ランチエブルピッツァウィズペパロニ、ペパロニピッツァ出た、みんな大好きペパロニピッツァ。これ、これだけ乗ってればもうピザって、多分レンチンして食べるやつですよね。これ違うよっていう人いたら教えてください。私はこれレンチンしてチンって食べるやつだと思う。はい、これが今回のリスト。はい、じゃあ最後いきます。お、これは何、レーズンブラン、あ、なんだっけ、出てこない、シリアル。じゃあ2個目開けていきましょう。ごめん、あ、早速あれだった。お、くっついてる。クラフトのハーブチェダー、日本でも売ってますね、クラフトのチーズ。また取れたんですけど、なんかすごいよく取れますね。これ開けた、棚だ、わー、かわいい。どうすればいいの、できるかな。棚完成しました。3つ目。お、これ何、クラウセンクルスですかね、これはね。あれ、お、また瓶。次は何、アップルパイスパイス、アップルパイにつけるスパイスがあるんですね。よし、最後、ん、お、シャンプー、マンデイスムースシャンプー。マンデイってことは、なんか他の曜日ものシャンプーもあるんですかね。はい、では何が出たかリストをチェックしていきましょう。結構いい。はい、本日のヨジーズトイルームいかがだったでしょうか。思い出します、海外旅行。こうやって入れて、こうやって入れて、コロコロって。このちっちゃな海外の食品たちとっても可愛かったよっていう人は、ぜひグッドボタンを押して教えてくださいね。またこのチャンネルでは海外のおもちゃたちを紹介していけたらいいなっていうふうに思っているので、チャンネル登録をしてお待ちいただけたら嬉しいです。それではまた次回のヨジーズトイルームでお会いしましょう。さよなら。バイバーイ。